なんかこう、ネットプレイって、どちらかというと、試合の後半に入れていくっていう方が多いかなっていう、勝手な印象があって、まあ、それもまあ、いいんでしょうけど、そっから、なんていうんでしょう、自分ができることって限られてくるというか、めちゃくちゃ調子良くなっても、リードされてたらちょっと厳しいですし、そうですね。なんか、昔のダブルスをまだそんなに勝ってない頃っていうか、こう、ファーストボレー、ファーストボレーのタイミングをつかむ感じの練習の気持ちを思い出しますね、今の感じで言うと。前半、まあ、体が温まってなかったりして、こう、まあ、そのタイミングの取り方が体に染みついてなかったりすると、まあ、温まってないこともあり、そのタイミング、相手とのリターンとのタイ、あの、こう、ファーストボレーのタイミングの取り方だとか、自分の感覚が分かってないと、なかなか繋がんなかったりするんですけど、まあ、そういう感じに近いですよね。最初からこう、アジャストしていくような感じでやっていくのか、徐々にこう、慣れてきた時の勝負ほど、結局、自分の方もプレッシャーかかってくるじゃないですか。そうなんですよね。後半でプレッシャーかけて、ポイント取りって思っても。そこの部分のところをちょっとこう、まあ、皆さん理解しているとは思うんですけど、そういうところはちゃんと、駆け引きの中にも入ってますよね。入ってますね。でも僕、思い出したんですけど、1ポイント目はそうやってプレッシャーがないっていうのがすごく自分の中では、利点だなと思ってたんです。もう水にミスってもいいし、相手の情報を得ればっていう思ってたんですけど、まあ僕も数少ない、その結構観客の多い中でやった試合、高校生の時とかなんかは、やっぱり緊張して1本目出るって決めてたんですけど、なんか出ようとしてつまずいたのを思い出しましたね。で、なんか、あいつは何がしたかったんだみたいになったの。サーブを打って、打ち終わったラケットが前に出る足でなんか踏んじゃったのかな、なんかそんな感じでちょっとつまずいてバランス崩して、なんかやろうとしたぞみたいな感じ。富田さん、それは失敗じゃないです。あ、失敗じゃないですかね。もうただのプロセスです。めちゃくちゃ恥ずかしかったものを思い出しましたね。まあ、だから力入ったってことですね。1ポイント目からちょっと欲が出たというか、いやさっき相手をよく見てってお話もあったんですけど、まあ、佐藤さんや土井さんがその前に出られた時に一番としてやっぱり最後相手のインパクトはしっかり見てこう予測は多少はめるっていう感じですか。そうですね。僕はもうボールの入り方だったり、もうそのラケット面インパクトの瞬間っていうところはまあしっかり見ますね。多少遅れて入った場合とかはまあやっぱりロブがあるのかなとか、あるいはちょっと無理したショットが来るかなとか、そういう待ち方もされたりしますか。相手がですか。相手がタイミング早く取って相手が遅れる感じ。そしたら結構限定的になりますよね。予測がこう限られてくるんで。もうだいたいこのパターンで行った時にはこういう風に来るなっていうのは分かってきてると思いますし、その状況でこう例えばまあいいショットで打たれちゃったら、もうそれは相手のナイスショットっていう風な感じの考え方ですね。土井さんもどのような感じですか。同じような感じですか。あ、もう同じような感じで。やっぱよく見てないとわからないっていうのもありますし、相手のデータもありますし、まあ、あとは、その、まあ、もう勝負にこっちは出てるので、まあ、そこで多分ラリーがだらだら続くっていうのはあんまないと思うんで、それで相手がもう決めてきたらもうそれはしょうがないし、逆に自分のプレーがうまくはまればそれでうまくいったってことになるので、ある程度リスクは負った状態になるので、まあ、うまくいかなくてもとりあえず、
うん、まあしょうがないかなとは思ってやってます。結構その一般の方とか、まあ、私もそうなんですけど、アプローチを打って前に出た段階で、まあちょっと満足ではないんですけど、あの相手をしっかり見るっていうのが意外とできてない方が多いんじゃないかなという気がして、しっかり打てる体勢なのに、うん、あの安全なコースが空いてたりとか、うん、なんかその辺はこうアプローチを打った後が本当に大事っていうのはすごく感じますね、うんうん。だからまあ実戦の試合とかではその相手をしっかり見て、まあそれに対応していくような感じのシチュエーションで、まあそれである程度予測、まあ結局だから自分から見てる情報からでしか予測にあのつながらないじゃないですか。はい、うんうん、その情報からでしか、だから、うん、どこまでその感じをしっかり見て、うまくその自分の予測した感じでいいポジションを取れるかっていう風な感じですけど、まあ、そこをなんかざっくり見て、あ、なんかこうなんとなく例えばまあポジショニングの話で言ってダブルスとかでこうワイドに打って思いっきりもうワイドに寄っちゃってる感じ で、はい、で真ん中が空いてるだとか、うん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 、なんかそういうこうなんとなくぼやーんと見て打った後に反応しようみたいな感じの方っていうのは結構なんかこうぼんやり見ちゃってるっていうところがあると思う。そうですね、うん、なんとなくこう前に出て自分がプレッシャーをかけてる相手のボールはこう弱いだろうっていうなんか希望的な予測というか、うんそういうところで待ってしまうと、やっぱりしっかり打てる方にはやられちゃったり、うん、っていうケースが多いかなっていう気はしますね。だいたいそういう方は、この入り方でここのコースはないよっていうのが分かってないですね。うん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 。体験談です。いやでも、リターンだったり、そのミックスの時もちょっとお話がありましたよね。はい。まあこれも自分で体験していくのが一番いいんでしょうけど、しっかりこう経験したことをご自身の中で知識に変えて次に生かすっていうのはすごく大事ですね。はい。うん、そのためにやっぱ T プレスを生かしていただかないと。そうなんですよ。ただやっぱこれヒントにしかできないので、はい、もう最終自分の脳みそを動かして、もう物理の公式みたいに考えないと。そうなんですよ。っていうのは、土井さんがいつも心の声として聞いてます。うん。まあ、なので、お二人からあったように、ネットに出るっていうのは、やっぱりある程度、当然リスクもありながら、勝負に出るっていうところなので、まあ、セオリーを知りつつ相手の情報を得ながら、うん、大事なポイントで抑えられるかどうかっていうのはすごく大事ですね、うん、トライをしていく段階で見つけたいろんな課題は相談していただいて、うん、はい、まあそこは客観的にその映像とか見たり、はい、まあ、その方にとって必要な部分のところっていうのはもうまあ、うん、僕らが見ればすぐ分かると思います。うんうんうん、そうですね。まあ、ちょっと今日はこういう卓上の議論だったり図を用いてやったんですけど、いろいろと実動画も踏まえながら今後はぜひいろんなケースを一緒に勉強していければと思いますので、じゃあですね、ちょっとここから、いくつか過去にいただいた質問をちょっと一緒に考えてみようかなと思うんですけどただですね、今日私がピックアップした質問がもう結構お話の中で答えてしまったところではあるんですけど、例えば一番の方が、まあ、サーブだったり、ラリーの中からこう、ネットに出ました。ネットに出たとして、結構、パッシングというよりも、一回こう、ボディにバーンと返してくる、
パターンが多いですというところで、これを打てる有効なコースというか、ネットに出た側の対応としては、どういったことを考えていればいいですかっていうのがあるんですけど、はい、さんいかがですかね。ドロップボレーです。ドロップボレーですかね、ここに1本。はい、それはもうそういうふうな待ち方をしてるっていう感じですか、もうネットに出ながら。もう ネットに出ながら、そうですね、ボディに来る感じのところで言うと、もう そうやって、自分から、はい、力を加えてコントロールができないような感じの状況だとしたときには、はい、やっぱりちょっとこうタイミングを相手のバランスも崩させるような感じのショットの選択っていうところを考えるので、理由としてはそういうことでドロップボレーになります、チョイス、うんうん、もう沈められてもある程度コントロールできるし、はい、うんうんうん、そこのタッチはこう、まあ最初はそのボディに来て、結局でもそのチョイスもできない方っていうのは、前に出てってボディに来てもコントロールそのできない感じっていうのは、もう用意の段階だったり、そのまあボールを打つ前のバランスだったりっていうところが問題であると思うんですよ、はい、なんとなく止まれてないかなっていう、そういう問題が多いと思います、感じはしますよね。やっぱりそのしっかり止まるというか、相手が打つ瞬間にいいバランスで待つっていうのは大前提として大事ですか。そうなんですね、うん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 、結局その止まっていいバランスで見れてなくて、判断が遅くなり準備も遅くなり、はい、結局そこでチョイスした感じっていうのは、もうなんかオフバランスであんまり狙えてないボレーになる可能性っていうのは高いんですね。確かに、結構土井さんはご自身がパッシング打つ場合、ボディ使われるっていうのをお伺いした気がするんですけど、はい、もうそういうドロップもある程度読みながら次を動いてっていう感じですかね。いやー、それはあんまり考えてないですね。やっぱボディっていうのは結局そのネットプレイヤーにとって一番打ちにくいコースだと思ってて、うんうん、はい、もうボディって本当に真正面だとまずフォアバック迷ってくれるっていうのがあって、うん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 、でおそらく迷った状況だと、はい、そんなに細かいところまで狙えないだろうっていう予測があるんで、うんうんうん、まあ、もし狙えたとしても打ち損じの可能性が高いんで、うんうんうん、あんまりドロップを読むってことはないんですけど、うん、はい、まあ、もしそういうふうに狙ってくる人と対戦するんだったら、もちろんそれはデータの中というか選択肢には一つ加えておきます。まあ佐藤秀康みたいなタイプと対戦するんであればっていうことですね。もう予測しないといけないですよね。ハーフボレードロップショットもあるよ。こうしたらどうしようみたいな。結構得意ですよ。よく見ますよね。うん、でもあれも多分佐藤さんいっぱい打たれながら身につけた技術なんですよね。いろんな。もちろんです。打ち込まれながら。まさかそこが入ってくるとは思わないみたいな感じのことを、なんかよくパッシング上手い選手とかに言われますね。なんか連続で入るなみたいな。狙ってますよみたいな、こっちから。あとはですね、まあ、ネットプレーの中で結構プロの試合、いや、まあお二人のような試合だとネットに出て対パッシングっていうのが多いと思うんですけど、やっぱ一般の方ってどうしても対ロブの場面もすごく多いかなっていうふうに思うんですけど、ロブがまあ多いというか上手い相手に対してネットに出るときにこう普通通り出ていいのか、あるいはまあちょっと後ろめで待っとくのか、なんかその辺のポジショニングを変えた方がいいでしょうかっていう質問もあったんですけど、どうですかね。僕は その感じで言うと、なんかテンポは変えてないような気がするんですよね。そういう風な感じ、テンポを上げて出てってるシチュエーションじゃないと思うんですよね。ゆっくりゆっくりやってる感じで、そのままこう、はい、
あ、出ていこうかな、出ていかないかなって迷ってるような感じのシチュエーションのような気がするんですよね。どうなんですか、ボール的にはどうなんですかね。なんか私もこの質問に対してはいいロブが来るっていうことは相手がいい体勢に入ってるんだろうなっていう印象があって、時間を与えてますよね、うん、なのでそれだったらまあもうちょっと相手を崩してからの方がいいのかなっていう気も。そうですね、相手を動かしながらとか、うん、まあ そこもタイミングの問題とかっていうところでも、だボールの自分の勢いがなかったりした時には簡単に追いつかれちゃうとか、うん、はい、っていう、うん、もうなんかいろんなことが考えられるんですけど、はい、なんとなくそこでこう、あ、深いロブに対してポジショニングをっていうふうな質問を聞いたところからすると、なんかそういう、うん、なんかあんまり時間奪えてないような感じがしないでもないですか、うん、なんとなくちょっとこう弱気というか後ろ向きな感じはしますね、うんうんうん。まあ、とはいえこうシングルスでやっぱりロブがネットに出てロブが来ましたっていうケースはあるかなと思うんですけど、うん、で相手がまあしっかりまあセンターに例えば戻る時間があって、こういう時にスマッシュで意識するところとしてはどの辺がポイントになりますかね。スマッシュですか。はい、スマッシュ。スマッシュ、まあ、僕はもうとにかく角度をつけようと思いますね。あ、うん、あ、まあ、自分にある程度余裕があれば、はい、できるだけ相手をさらに走らせるような感じで、土井さんはどうですか。まあ、僕もできるだけ角度つけて、その、まあ、スマッシュが来たらもう決められるっていうのを相手に印象付けたいんで、うんうんうん、まあ、次のロブを打たせないためにも、うん、本当に甘いところには打たないようにします。なんかその辺ちょっとあれですね、ダブルスとは若干違うのかなっていう気もして、シングルスだったらやっぱりちょっと厳しめを狙ったりするかなという、うん、まあもちろんロブの精度によると思うんですけどね、厳しいロブだったら難しいと思うんですけど、うん、ただやっぱり安易にこう、厳しい、まあ、ある程度こう深いロブに対してちょっとこう落として下がってみたりっていうのをするとちょっとまた相手も自信をつけたりとか、うん、怖くないなっていう感じになりますもんね。それはありますね。やっぱりシングルスでもスマッシュ打ち切りってすごく大事かなっていう気はしますね。うん、